皆さんこんにちは。いつも見ていただきありがとうございます。今日はですね、ガーデニングをするんですけれども、南半球に位置するニュージーランドは北半球にある日本とは季節が真逆になります。フィティアンガは全体として温暖な気候です。ニュージーランドにも四季があり、春は9月から11月、夏は12月から2月ごろ、秋は3月から5月ごろ、で冬は6月から8月と言われています。これから冬中放っておいた庭の畑をきれいにして、夏野菜を植える準備をしていきます。まずはマルチを外して畑の土を耕したり草取りをします。今年はガーデンセンターから野菜作り用の土を購入して配達してもらい、野菜作りのためのいい土を準備しました。さらにコンポストと市販のシープパレットや野菜用の肥料を混ぜます。土作りの準備が完了したらマルチを敷いていきます。このマルチはエコフレンドリーなタイプのマルチで、植物性由来の原料で作られていると表示されています。マルチを敷くことで土壌水分を適度に保ったり、雑草防止、保温効果や雨による肥料などの流出防止、苗や野菜の病害を予防することができると言われているので、我が家ではマルチを敷いています。コンポストは堆肥です。ニュージーランドの家庭には大概庭にコンポストがあります。家庭から出る生ごみや落ち葉を堆肥を作る容器に入れていき、自作で堆肥を作ります。生ごみも減り、畑の土に混ぜると土がふかふかになり、保水性や排水性、通気性が高い良好な土になります。シープパレットは羊の糞を乾燥させてタブレット状にしたものです。動物の排泄物は強力な栄養分になるそうなので、土に混ぜて使っています。気温も上がり、畑の野菜や花もぐんぐん成長中です。これから野菜の収穫が楽しみです。マイホームニュージーランドチャンネルはエバコネエデュケーションにご協力いただいております。エバコネエデュケーションには高校準備コースがあり、ニュージーランドの高校1年生の単位 NCEA レベル1を提供している唯一の語学学校です。実績もあり素晴らしい学校ですので、コメント欄のリンクをチェックしてみてください。今日も見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。